皆様どうもこんにちは、高島のザホルモンです。久々の副音声ホルモンでお届けします。バス釣りの実況の動画ストックもないところなんですが、私の趣味でもあるジギングにこの間行ってきまして、今日はその時の映像です。ちょっとね、乗り合いなんで喋りながら釣りっていうのがね、さすがに目立つんでできなかったので、固定カメラからの映像をお送りします。バス釣り見に来たんだよ、ジギング興味ねえよって人はあのブラザーバックしてバス釣りの動画を見てください。まあ私ね、あのバス釣りと同じぐらい他の釣りも好きなんで、まあ、特に代表格はアジングとこのジギング。まああのバス釣りだけしてる人は何のこっちゃって感じだと思うんですけど、まあ今日はジギングをしている方向けに一方的に喋りたいと思います。行ってきたのは8月末なんで、まあまだ立ちパターンっていうこともなく、ほとんどイワシ食いですね。はい、食った。ヒットルアーはビートのディフュース R180g。 僕が基本的にやってるのはスロージギングなんですけど、まあ、スロージギングのタックルでスピードを出しつつ魚を狙っているような状態です。ディフュース R 何がいいかっていうと、いわゆるセミロングタイプのジグなんですけど、フロントフックだけでもしっかりジグが横になってくれるっていうところがすごい気に入ってて、セミロングタイプだとね、なかなかフロントもリアもどっちもつけなきゃっていうことが多いんですが、例えば寝掛かり、ガッチャガチャの寝掛かりしやすいところとかはできればリアは外したいんで、でも横に落としたい、そんな時に使えるのがこのディフューザーですね。当日中止になったのはこの60センチ弱ぐらいのハマチ台、まあ、米汁とか言ったりしますけど、60センチ台のハマチが中止になりましたね。はい、次も同じディフューザーなんですけど、水深の半分以上まで上げてきてロングフォールでパツッと糸が止まって食いました。このね、糸がビタッと止まる値っていうのがね、スロージギングのたまらないとこですよね。僕これが大好きでやってるようなもんでもあるんですけど、釣れたのはサワラですね。80弱ぐらいのサワラです。イワシたっぷり食って脂乗りまくってる極上のサワラなんで、もうぶつ持ちもなしでこの後すぐに処理に入ってます。今これ後ろに見えてるピンクの人が船長ですね。で、動画真ん中なんですけど、これが、この日の最大量ですね。中途半端に上げている時にバイトでちょっと浮いてるんで、まあ、サワラかもしくはメジロだろうなとは思ってたんですけど、でメジロだと思って当たった層まで今度は早巻きでスピードで追わせて、で同じ層でミスバイトでジグが横向いた瞬間に今度食いましたね。この時点でギュンギュンに引いてるんで目白じゃないなと思ったんですけど、まあまあいいサイズの振りでした。90なかったんですけどね、80後半ぐらいかな。スロージギングのタックルでね、80後半って言ったらまあかなり楽しめる相手ですね。ただ乗り合いなんでね、悠長にファイトしてられないんで、もうここはガンガンに巻いて寄せてます。僕が今一番信頼を置いているタックルなんで、スロージギングロッドではあるんですけど、ガンガンに曲げてもう思いっきりぶち曲げてファイトしてますね。これができるロッドでやるジギングはもうワンステップ楽しい。夏なんで割とスリムですけどね、いい魚でしたね。ヒットルアーは極薄のトビ 180g です。フロントフックでシングルを1本、ボトムガチガチなんでリア
フロントともにつけて落としちゃうとちょっと怖いんで、そんな時にすっごい武器になるのがこのジグですね。ギュッと入力してあげるとスコーンと横に飛んでいくんで、フォールの対空時間もまあまあ長い。でロッドもさっきのディフューザー R の時よりも、ワンランク強いロッドにしてます。シリーズは全く同じロッドなんですけど、パワーだけ上げてしっかりギュッギュッギュッと横を向けさせられるようにしてます。体の半分ぐらいのジグなんですけどね、よく食ってくるなと思いますよね、本当。まあ、今回はですね、こう解説がメインじゃないんで、こんな感じでダイジェストで1日の映像を、まあ、自慢げに流しているだけです。完全な自己満動画になっちゃってますけど、まあ、僕はバス釣りだけじゃなくてこういうジギングも本当にメインと言っていいほどやるんで、まあ、今後もあらゆる形でジギングの映像っていうのもお届けしたいなと思ってます。最後はこの日唯一スピニングで揚げた魚ですね。サイズは変わんないですけど、ほら食えっていうストップでバチッと食ってくるのがまた楽しいですね。潮の流れが弱くなっちゃってバーチカルじゃちょっと反応がないなって時はこう横引きができるっていうのはね、すごいアドバンテージになるので、1本やっぱりスピニングロッド混ぜておくとこういう時にね応用が効くんで、僕は必ず1本持っていくようにしてます。ヒットルアーはポキロン 100g、 このポキロンがまた良くて凄まじくいいんですけど、まあ、その辺の紹介はまた別の機会にすることにします。正直めちゃめちゃ長くなっちゃうんで、チャンネル登録者の方にどれだけジギンガーの方がいるかは分かりませんが、ガンガン動画も上がってくると思うんで楽しみに待ってください。そんな感じで今回はただの自己満のダイジェスト映像でした。それではこの辺で高島ムザホルモンでした。さようなら。